ろしくお願いいたします。よろしくお願いします。脳内出血発症したのは5月17日初期に移行していく中でできることって限られてるんだな。2回目今のが腰に行こうと。素晴らしいですね。トライしていっていただくととても良いのかなと思ってます。それでは小池さんの中で目標としてそのホノルルマラソンっていう話を伺ったんですけれども、秒後にコースに挑戦するっていうところの中で、今までそのお呼びされてからの経過の中とかも含めて、なんか感じたこととか葛藤とか思いとか、そういったところを聞かせていただければと思うんですけれども。ありがとうございます。そうですね、まさにその、救急搬送直後、大体1ヶ月ぐらいの間でいろんな情報を私も周りから聞きまして、いやもうずっと車椅子だよとか、もちろんその復職自体も調整はするけど結構難しいところがあるんじゃないかとか、結構要はネガティブな話を事実として、結構突きつけられた部分があったので、まずはそこを受容するっていうのが第一段階でした。ただやっている中でリハビリをしていく中でこう目に見えて自分が自覚する回復っていうところが感じてきたので、これはその周りが言うように、歩けるようになればいいな、杖ついて歩けるようになればいい、仕事には1年半とか、いろんなこう手当とかを受けながら2年ぐらいかけて復帰できればいいかなとか、じゃあ実家に帰りましょうかみたいな話とかですね、そういう話あったんですが、なんかこうどう考えてもやっぱりそこのに対してこうモチベーション持てないというか、正直その多分無理だなって自分と思うような目標であったとしても、周りがまずそれはやめなさいと無理だろうっていうような目標だったとしても、それに対してこう取り組むっていうことに自分自身で意義を感じた部分があって、いやいや無理って言われながらも入院中病棟を一日中歩いてですね、歩行距離10キロぐらいって時あったんです。夏場真夏だったんでびしょびしょになりながら歩いたりしたんですが、やっぱりそういう姿勢とかを正直自分発信で見せれば、よりこう、そもそも医療機関の方もその回復させようとして接してくれますけれども、こういうつもりがあるんだっていうのを自分自身も発信することでかなり協力を得られるようにもなりまして、コミュニケーションが円滑になってですね、やっぱりこういうスタンスの方がいいんだというのがやっぱり途中で感じました。ただ退院をして医療機関とか利用している中で、走りたいと病院側に言っても、いやこれはちょっと難しいんじゃないかっていうのが、また振り出しに戻ったところがあってですね、となると自分の状態ってやっぱりこうそこを望むのは難しいのかなとか、これは走るとか、スポーツしたい、復職をしたい、仕事復帰したいっていうところに限らず、いろんなことを目標にされている方がいらっしゃると思うんですが、まずはその、なんて言うんでしょう、自分自身の状態を受け止めながらも、一つずつ愚直にチャレンジをしつつ、改善は必ずされていくと思うので、そこから目標を一つずつレベルアップさせていけばいいのかなと思っています。すみません、ちょっと話まとまっちゃったな。ありがとうございます。先ほどの病院の中での取り組みだったりとか、退院された後のこの振り出しにっていうような表現ってすごい印象的だったんですけれども、ご自分の意思でそういう環境を作るといいますか、大切さっていうのが本当にあるんだろうなという、入院中もそうだし、退院された後もモチベーション高く保って目標に向かって進めていくところのまた一つ大事なところなのかなっていうのをお話を聞いて非常に感じました。はい、ありがとうございます。
僕が以前フルートの演奏する方コンサートとかそういうことも少しされるような方を実は昔ご一緒する機会がありまして、はい、今の自費のリハビリセンターに入って1年も経ってない頃だったんですけれども、はい、間違いなくその入院中にこうフルートを吹くっていう話ってなかなかなかったので、はい、まあ、正直取り組んだことがないことだったんですよね。でその中でもまずフルートの吹き方からその教わらなきゃいけないというところで、その方からフルートの吹き方を教わってですね、指の使い方とかを実際にどういう使い方でどのタイミングでってどんな曲だったらどうなんだろうとかお聞きしながら、そうやってその思ってらっしゃるところの世界っていうのをまず知っていって、その中で我々でしたらその体の動きだとかこうすればこんな動かし方がしやすくなるとかのノウハウはもちろんありますので、それとつなぎ合わせてご一緒にこう達成していくと、その方は無事演奏会でですね吹くことができまして、実はご招待いただいてすごい良かった経験があるんですけれども、やっぱりこうそうやって作り上げていったりご一緒にしていくのって時間がすごい必要だなと思いまして、はい、ただ逆に言うと時間が使えば多分そのいろんな目標に対してもいろんなステップを踏むことができますし、まあ、大池さんのホノルルマラソンにしても今しっかりこうステップアップしてつなげていくような道筋っていうのを浅見と立てて進めてらっしゃると思いますし、そういうところをまずこうなんかご一緒に話していただいたり、我々の方からもこういろいろお聞きしてこう一緒にこう共有して一緒な世界を作っていくっていうところが本当になんか大事なのかなっていう気がしておりますね。浅見さんとこの流れで振ってしまいますか。まあ、僕も同じように考えてもらえて、その何かやりたいこと、これをしたい、あれをしたい、いろいろあるとは思うんですけど、どうやったらできるかっていうのを考えていって、ご本人がやりたいことに一つずつステップアップしていければと思ってはいるので、まあ、そういったお手伝いないしかサポートっていうのができればなとは思っています。浅瀬さん、ありがとうございます。最後にこの YouTube をご覧になっている皆さんに、お池さんの方から何かメッセージを頂戴できるようなのか。あ、そうですね。まずご自身の体のことっていうのを、状態を受け入れる、受け止めるっていうのがまず一つ始まりだと思っています。私自身もそこを整理しよう、受け止めようというところで、正直現在もその途中っていう感じでですね、別にそれは完了してから始めるっていうことじゃなくてもいいと思うんですよね。正直なんていうでしょう、まあ、鶏が先か卵が先かみたいな話なのか、まあ、やりながらっていう話なのか、まあ、多分私としてはやりながらでいいと思っていて、一緒にその考えてくださるようなパートナーになりうる方々と、一つのことリハビリっていうところにおいても取り組んでいけばいいかなと思っています。というのと、あとですね、やっぱりやりたいことって山ほど出てくるので、私もその、ランニング、スポーツっていうことだけでなくって、正直この、3月から復職をしています。なので、仕事もしながらリハビリもして、プライベートの充実のために走りたい、料理もしますみたいなところ、やりたいことって途中いっぱい出てくるんですが、優先順位をきちんとつけて、何のためにだったら頑張れるのか、何のためにやるには何をすればいいのかみたいなところを一緒に整理していただける方々とお付き合いするのが一番いいかなと思っています。それができれば一つずつ必ず改善していくと思うので、その面においては安心していただくといいのかなと思っています。まずは生活をちゃんとできるようにっていうところなので、緊急度の高いものかっていうのが基本的だと思うんですけれども、どうしても今後のその人生っていうことを考えているときに、ちょうど今、お池さんおっしゃられたこう大事なこと、自分自身の人生に価値のあるものっていうものって、本当に間違いなくそれぞれの方にそれぞれ複数のものがあるかなというところで、なんかその我々としてはご一緒に整理ができて進むべき道というか進む方というかそういうところのサポートができればいいなというのを、今日の対談の中で改めて感じることができました。はい、いろいろお話しいただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは最後浅見さんもちょっとこのまま映して終わりに
したいと思います。脳梗塞ファミリーセンターではまだまだ動画もありますので、今日の動画とかでも何かご感想などありましたら、コメント欄にご遠慮なくお書きいただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。